西の馬場もご注目いただきましょう。こちらの盛大な拍手をお待ちしております。指揮者役三井みなみ、正取締役サウンドテイクステイ、さあ戦いの前のそれぞれの作戦会議が指揮者から掛布たちに伝わったようです。いいですね、その通りですね。怪我のない安全運行、そして見学者参拝に来てらっしゃる皆さんは警察官のラインのところまで今一度お下がりいただきますようよろしくお願いいたします。怪我のない勇ましい4年ぶり完全復活、三つの喧嘩みこし、さあ間もなく関合い最初の鉢合わせが始まろうとしています。ご紹介しました通り、滝棒の先、手が当たったところからスタートです。さあ中央、今石田たちの前に今中央の人が石田が出てきました。両者下げないぐらいでは、さあ、中央でちょっと倒れた人がいますので、はい、前に倒れていただきます。はい、両者下げない。両者下げます。
んのこれ。エルビスの指揮者は今は倒れている指示を出しています。3つはどうかな。さあ上がりました。どうして上がりました。これもついよ行けないんです。投げないんですね。ルミツは少しこの膝が生きる形になっています。ルミツとルミツとしての死を一旦起こしたいですよね。そうですね。両者引けないと言われてます。はい、両者引けないと言われてます。さあかなり長い競り合いになっていますが、先ほど皆さんはクリーンファイトでお願いします。さあルミツルミツそれぞれ下がれないで、ようやくルー・ディコシが距離が来ました。さあ東の馬場、西の馬場に戻ります。いやー第1回最初の接合い待ち合わせ、長い長い待ち合わせになりました。皆さん大きな拍手を送りください。いやーネギシュー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 いやーネギシュいや非常に長い令和5年一発目の天下みこし、いや見応えのある素晴らしい最初の一発目でした。それぞれの馬場から垣二つに向けて大きな拍手が送られたところです。それぞれの垣はですね、はい、それぞれの東と西の馬場に戻っていただいてですね、先ほどの皆さんはそれぞれ東の馬場、西の馬場、それぞれの自分たちの信用に戻ってください。さらに垣二以外の人たちはどうぞ自分たちの場所に戻って、喧嘩みこし、そして信用担いで喧嘩ができるのは活気風のみですので、まあ、安全に、そしてルールを守ってこの喧嘩みこしの運行をよろしくお願いします。赤いバッシュを歌うどうぞ、先ほどの皆さんはそれぞれ東の側、西の側にお戻りください。そして観覧している皆さんは係員の指示、警察の指示に従ってそれぞれの場所にお戻りください。今一度警察の方もですね、後ろに並んでいただいてですね、そうですね、見学ご覧になって